すももの花の国から、小川みめい。人々のあまり知らないところであります。そこにはほとんど数限りのないほどのすももの木が植わっていました。そして春になると、それらのすももの木にはみんな白い花が 雪の降ったように咲いたのであります。その木の下を通るといい匂いがして空の色が見えないまでに白い花のトンネルとなってしまいました。それはあまりに白くて清らかなので肌がヒヤヒヤするように思われたのであります。しかし 雪ども雪ども白い花のトンネルはつきませんでした。まるで白い雪の世界を歩いているようなものでした。けれど雪ではありません。雪は真っ白でありますが、すももの花はいくぶん青みがかっていて、それに いい匂いがしました。しまいには、どこが出口やら、また入って歩いてきたところやら、わからなくなってしまいました。すると、そのすももの林の中に、一軒のわらやがありました。そのうちには、白髪のおばあさんと、 三人の兄弟がありました。一番上の姉は十四で、次の妹は十二で、下の弟は八つばかりでありました。この三人は他にお友達もなかったから、兄弟で仲良く遊んでいました。 お父さんやお母さんはいつになったら帰っていらっしゃるだろう。と妹と弟は上の姉さんに向かって尋ねたのです。すると姉さんは優しい目をして二人を見ながら私だってかすかにお母さんの顔やお父さんの顔を 覚えているばかりなのよ。春の晩型のこと。こうして、すももの花の咲いた自分に、みんながランプの下で、楽しくお話をしたことだけを覚えているのよ。と、姉さんは答えました。二人は、ぼんやりとした顔つきをして、姉さんの言うことを聞いていましたが、 お父さんは、どこへ行かれたのだろうと、弟が言いました。お母さんは、どこへおいでになったのでしょうと、妹が尋ねました。すると、姉さんが、お父さんもお母さんも、町の方へおいでになったのよ。 それは町は綺麗なんですって。そしていろいろな花がもっともっとここよりか美しく咲いているということです。と答えました。ここよりかここには白い花ばかりですけど町へ行けば赤い花や青い花や黄色い花が 咲いていると言います。僕も街へ行ってみたいな、と弟が言いました。あたしも、と妹が言いました。私だって行ってみたいことよ。もしやお母さんやお父さんに会われないものでもないから、と姉が言いました。 そこで三人はおばあさんのいなさるところへやってきました。おばあさんは子供たちの着物のほころびをつくろっていられました。兄弟は町へ行きたいということをおばあさんに話しますと、おばあさんは、お前たちはこのすももの花の林を世界として生まれてきたのだから、 もしあちらの町へ行くようなら、みんなその姿では行かれません。そしてもしあちらの町へ行ってしまえば、お父さんやお母さんのように、もう二度とこのすももの花の国へ帰ってくることができないかもしれない。よくよく考えてからになさい。 と言われました。三人は気をつけて行きます。そしてお母さんやお父さんを探してきっと再びこの家へ帰ってくるからどうかやってくださいと頼みました。それほどまでに言うなら三人の姿を変えて町の方へ 飛んで行けるようにしてあげよう。と、おばあさんは言われました。おばあさんは、不思議な術を知っていました。それですぐに、一番年上の姉を蝶に、妹を蛾に、末の弟をミツバチにしてしまったのです。さあ、三人は仲良く、 互いに助け合い、気をつけて飛んでお行き、とおばあさんは言われました。黄色な蝶と白い蛾とかわいらしいバチの三人の兄弟は、白いすももの花の国から旅立って、あちらの町のある方を指して飛んで行ったのです。町には、 公園がありました。また町の郊外には花園がありました。そしてそこにはかつて見たことのないような美しい花が咲き乱れいました。三人の兄弟はそれらの花を一つ一つ訪れて美しい色を眺め、 蜜を吸って、また匂いに酔いながら楽しく春ののどかな日を送ったのであります。一番上の姉さんの蝶は後の蛾と蜜蜂にいろいろの注意をしました。そして三人が離れ離れにならないように飛んだのでありました。三人はこうして 楽しい日を送るうちにもお母さんやお父さんにどうかして巡り合いたいと思っていました。また、ふるさとのすもものそのとおばあさんのことも忘れることができませんでした。ある日の晩方、美しい花よりももっとみずみずしい赤い灯かりを 三人は目の前に見ました。あそこにお母さんやお父さんがいなされはしないかと姉が言って三人はその方に飛んで行きました。その唐辛の下には男の子やおじいさんやまたいろいろの人たちが 集まって話をしていました。しかし、三人のお父さんやお母さんはいないので、引き返して、さらにあちらの花壇の方へ行って、安らかな眠りにつこうとしました。おしまい。